スコッチウイスキーの原料となる、麦芽麦芽とは、麦、特に大麦の種子を発芽させたもので、ビール、ウイスキー、水飴の原料となる。大麦の種子中には、不活性の糖化酵素が多量に含まれており、発芽によって酵素が活性化される。これによって、種子中のデンプン質が糖化され、麦芽糖が生成される。大麦を発芽させることで、 澱粉質の透過という有用な化学反応が容易に得られることから避け、巣の醸造や水飴の製造に古くから用いられてきた。本来は、発芽したばかりの種子の内部で透過酵素が作られて、高い酵素活性を発現するのは、根と芽が出て光合成が可能になるまで、成長に必要なエネルギーを種子中の澱粉質から得るための生態メカニズムである。 このメカニズムは大麦に限らず全ての種子に共通するものであり、米や小麦、トウモロコシなどでも発芽によって同様の現象が起きる。しかし、糖化酵素の量や活性は植物の種類により大きく異なり、米やトウモロコシは比較的酵素の量が少ない。食用に適しかつ安価で入手できる穀物の中では、大麦が最も酵素の質、量ともに優れている。 大麦は小麦と比べて栽培環境の許容性が広く、また収量も多いため、古代から重要な穀物であった。しかし、小麦のように製粉するのは難しく、またグルテンを欠くこともあって、パンの製造には適さないが、小麦グルテンと混ぜて食パンなどに使用される。さらに煮えにくいため、あは、冷えのような雑穀や米のように丸ままの粒を、 生白して炊飯したりかゆに炊いて食べるのにも適さない。このような大麦を主食とするため、古代以来の主要な調理方法は大きく2種類に分かれる。一つは引き割りにして煮えやすくした上でかゆに炊くというもので、もう一つはもやし状に発芽させ、つまり麦芽にした上で乾燥させるというものであった。乾燥させた麦芽は砕けやすく、 また発言した、酵素化性により消化も良くなることから、まず爆芽粉末でパンを作る調理方法が行われるようになったと推定されている。パンは焼くために燃料を多く消費するので、ある程度の量をまとめて焼いて、しばらく食いつなぐことがしばしば行われる。焼いてから時間の経って、硬くなったパンは、水などの液体に浸して、柔らかくして食べることが多いが、 ク芽パンを水に浸してから食べ残したものをしばらく放置すると甘くなり、さらに発酵してアルコール飲料となることが発見され、ビールが作られるようになったのがク芽の酵素利用の始まりであったと考えられている。こうしてク芽の食品加工における有効性が広く認知されると、より優れた酵素活性を持つ大麦が選抜されるようになり、 ビール麦のような麦芽専用の大麦品種が誕生するようになった。大麦は近年まで世界各地で主要な食料穀物であり続けたが近代農業によって農業生産力が上昇し小麦が以前と比べて安価かつ大量に供給されるようになるとより高級視されてきた小麦のパンに穀物消費の主軸が移行した。そのため今日では大麦の最大の用途は 爆が製造向けとなっている。なお、蒸気のように米は発芽させても糖化酵素の量が少なくで塩分糖化の効率が悪い。このため、米を主要な穀物として栽培している日本では、糖化酵素を大量に生成する麹カビを蒸し前に植え付けて糖化処理を行う手法が開発され利用されてきた。例えば、縁起式の増殊詞には米、米麹、小麦萌え、 酒を原料とする、三種かすという酒が登場する。麦を発芽させ発芽後に乾燥、焙煎する。発芽の目的は、デンプンの異性化、酵素の生産など。酵素を作り出すことによって、醸造の過程でデンプンごとに変換することができる。乾燥の目的は、発芽を止めるためと貯蔵目的である。焙煎の目的は色、香り、味に影響する。例えば、 日本で主流のピルスナータイプのビールには比較的色の淡い麦芽を使う。色の濃い黒ビールやスタウトなどにはよく焙煎した色の濃い麦芽を使う。この乾燥、焙煎する工程を包装とも呼ぶ。貯蔵期間に麦芽の根と芽が空気中の水分を吸収してしまうため乾燥焙煎の後には芽と根を取り除かなければならない。水分を多く含んだ麦芽はカビ等の原因になる。 水分含有量は4%以下が適している。麦芽の酵素を利用する他に、その独特の香りや色をつけたり、味わいを生み出したりする目的がある。麦芽の粉末に、甘味料、コーヒーココアなどの香料、乳製品などを加えた飲料がある。著名な製品は、ネスレミロ、ホーリック、オバルチンなどである。また、日本では、調整投入に、麦芽、甘味料、 コーヒーなどを加えて、コーヒー牛乳風にしたものが、複数のメーカーから販売されている。ビールなどの酒、ビールテイスト飲料、ホッピーなども、麦芽を原料にしているが、これらを取り立てて、麦芽飲料と呼ぶことは、普通ない。ありがとうございます。